こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。中国輸入で仕入れに失敗しました。初心者におすすめの失敗しない方法を暴露します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では、中国入でね、えー、失敗している方って結構いるかと思うんですよね。配送代とか高いとか。でそういった風な方にですね、ぜひね、あの失敗しない方法ですね、ぜひあの紹介、ね、させていただきます、はいえー。こちらなんですけど、 はいえー、とまずはです、ね、送料と重さなんですねであの、中央から商品を仕入れるときにです、ねえー、意外に結構高いんですよね、はいであのまあ、例えば180サイズ以上でしたら、まあ、非常に割高に仕入れることが可能なんですけど、まあ、それより少ない数です,、ね、ですと逆にです、ねえー、高くなります、でえー、私もです、ね、先日まあ商品を入れたんですけど まあ6万円分入れたんですよね。で、ソウルだって1個ですね、だいたい23円ぐらいですね、の値段で仕入れることができました。なので、ぜひね、あの商品を仕入れるときは、ソウルと重さを比例してくると思うんですけど、まあ、できれば大量にね、仕入れていただくことをお勧めします。はい。で、その次なんですが、壊れ物ですね。で、あの中国はですね、基本的に商品を投げます。はい。まあ、テレビよくやってるかと思うんですけど、なので、ぜひね、壊れ物は、あの、協力避けた方がいいかと思います。 はいで、向こうも、ねあのー、保証がちょっとしてくれないので、ぜひ、ね、この点注意していただければいいかと思います。はい、で3番なんですけど、これ、ですねあの、知的財産権ですね、で、ブランド品、例えばですね、まあ、ルイ・ヴィトンとかルーブタンですね、まあ、これあの、ブランド知っている方、は、まだあの分かっているかと思うんですけど、まあ、ルイ・ヴィトンのまだら模様は、ですねあの、これは完全に知的財産権に引っかかります。はい、あとは、ね、ルーブタンとか、ですね、トれト々ですね、これもですね、知的財産権ですね。な ピンするときですねあのまあ、極力注意してほしいんですねはいまあ、こういったのがあると一発のアカウントを持ってくれます削除ですねはいその後なんですけどあのキャラクターもんですよねはいディズニーとかねこういったもんですねあのまあ、違反ですので知,知的財産権引っかかりますはいですのでぜひねこういったものにですねあの極力の最新注意し を払って商品を入入していただければ問題ないかと問題ないですでぜひねこの3点注意してね商品をね仕入れていただければねいいかと思いますはいはいえー LINE 登録お願いします LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル10万円稼げるマリキマネープレゼンしますニックネームかスタンプをお願いしますあと YouTube からの質問一切受け付けてません LINE アット登録によろしくお願いします本日は最後見ていただきありがとうございます 番組登録をお待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。